剣山周辺の地形図。県山は、画像の中心剣山は、徳島県三好市東、いや、三市小屋平、長郡長町北沢の間に位置する標高1955メートルの山で、徳島県の最高峰である。日本百名山の一つに選定され、徳島県では、県のシンボルとされている。別名太郎級と呼ばれ、南西側の二郎級と対峙する。 県山は千数百メートルの山々が連なる四国山地の東部にあり、同じく四国山地西部の石土山に次いで近畿遺の西日本では2番目の広報である。一帯は剣山国定公園に指定され、山頂には一等三角点、県山が設置されている。剣山本宮の宝蔵石修験道の山として、古くから知られ山岳信仰の対象とされ、 一の森経由の表参道の登山拠点には、両光寺、剣山本宮献身社、美野ツには献身社と円福寺、中腹には西島神社と献身社の本社である大献神社、山頂には剣山本宮宝蔵石神社などがあり、山頂近くには行場と呼ばれる修行用の難所や祠がある。三名の由来は安徳天皇ゆかりの剣にちなむ説と、 頂上直下にある体験神社の体験岩が由来とする説とがある。正しくは、剣山と読むが、徳島県を中心に、剣山と呼ぶ人が多く、呼び名についての論争があった。1963年、徳島県は剣山として統一することを決め、剣山の近隣自治体の名前は、剣町であるなど、公式には、剣で統一された。 戦術の日本百名山に選ばれているほか、と、福島88系の徳島県の代表景観級、仙に、鶴木山系として選ばれている。また、山頂付近の鶴木山古人水は、環境省により、名水百選に選定されているほか、山麓の森林は、林野町により、鶴木山水源の森として、水源の森百選に選定されている。標高が高いため、 山頂近辺には、温帯上部の針葉樹林の要素が見られる。山頂付近にはコメツが、裏白もみのほか、固有種の四国調べが生育しており、一部は林野町により、やりんぼく遺伝資源保存林に指定されている。阿光山帯の環境構成で、多くはコメツが、四国調べ、ブナ、岳ンバ等の根交林であるが、標高1000メートル付近以下の地域では杉等の、 人工林が多い。キレンゲショウマの群生、カタナカ家の松から左へ五分光ほど行場の方へ、息分岐を下方に行くと7月下旬頃咲く。環境省レッドリストにより、絶滅の恐れのある地域個体群に評価されている月のワグマの四国産地個体群が分布している。これらのことより、国指定県山山経町重保国に指定されている。日本自家の急増が、 問題になっており、鹿が下草を食べることで昆虫が減少し、小ドリが従来の生息域で見られなくなるなど影響が出ている。鶴木山五人髄は山頂部の石灰岩が風化した浸水性のある岩石で、稲川の源流であり、水量は少ないが常に湧き出ている。献身者の五人髄とされている。刀がの末四月中旬から十一月末頃、運行の登山リフトは、 見残し駅から、登山道中央付近の西島駅までの全長830メートルを15分で結ぶ。残りは、刀がかりの松コースだと900メートル約40分で山頂エリアに達し、もう一つの体験神社経由のコースだと1200メートル約60分で山頂エリアに達する。日本百名山の中では、筑波山や伊吹山、大台が原山と並び、 最も登りやすい山の一つである。また、さらに、頂上標識から約1時間で、次郎急へ、頂上ヒュッテから約40分で一の森へ行ける。三の越の駐車場から石段を上がった、検診車の車電脇に登山口があり、リフトと交差したり並行して約1時間で、リフトの西島駅に到達する。三ルートあるが最短コースは、 徳島自動車道の三間インターチェンジより国道438号で、佐田光を経由し南下すること4 4トル約1時間40分で、美濃越に達する。山小屋山頂山頂付近は、平家の馬場と呼ばれる平原である。山頂の平家の馬場や、尾根付近は、宮間熊笹を中心とする草原となっている。山頂からは、晴れた日には、室戸岬、瀬戸内海、 紀伊半島、また稀に、鳥取大山を望むこともできる。鶴木山速攻所はとかつて、鶴木山山頂には、富士山頂に次ぐ、日本で2番目に高い標高にある速攻所があった。1943年に設置され、1991年に自動化され、無人となり、1994年に名称が、県山観測所に変更された。高層気象観測の技術革新により、 2001年に廃止されたが建物や屋外の観測機器の多くは今でも撤去されていない。観測データの1961年から1990年の累年平均値による平年値は以下の通りであり、欠片の気候区分では単体出潤気候に属する。同気候区に属する日本で最西端及び最南端の地点である。 1981年2月26日には、最低気温摂氏23.5度を記録した。速攻所の位置は、北緯33度51、東径134度06、路上の高度は1944.8メートル、気圧計の高度は1945.6メートルである。刀がかりの松より左へ380メートル約10分行くと、行場に差し掛かり、 岩場である鶴の舞、蟻の塔、サコアリ石、鎖行場、洞窟である、不動岩屋、プレハブ小屋である、両謙神社、プレハブ小屋から祠になった、古建神社、三十五社の祠などがある。宮尾富子、天外の花、鶴木山の山中にある神社を舞台とし、山腹に自生するきれ下生馬が、題材として扱われた。ありがとうございます。